皆さんこんにちは。卓球センタードット JP のなあです。西野です。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ西野さん、はい、久々にこの2人での出演ということで、おもうお分かりですね。何ですかね。前に2人で対決をしたの覚えてますか？はい、覚えてます。はい、あの時にハンデを、ハンデ、どういうハンデでしたっけ？打ち合いじゃない、ブロックだけっていうハンデでした。はい、っていうことだったんですけど、はい、やっぱあの上級者のブロックはもう強すぎるということで普通にボコられました。でも、それのリベンジということで今日はトークしたいと思います。お願いします。はい、で、ただちょっとね、僕一人じゃ、心もとないので実は強力な助っ人を呼んでおります。その助っ人に今から登場いただきましょう。お願いします。ヤッホー。皆さんこんにちは、ババマユです。お願いします。ババコーチに普段からね、いろいろとレッスンしていただいてるんで、今日はババコーチがベンチコーチに入っていただいて、はい、西野さんの攻略法をちょっと一緒に考えてもらって勝負するっていう、はい、形でやりたいと思います。打倒西野さんで燃えておりますから、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。で、本当にね、普通の試合の時みたいに、ゲーム終わったらベンチに戻ってアドバイスを受ける。で、1試合中に1回だけタイムアウトを取れるので、ちょっとそのタイミングは、はい、ババコーチがお願いします。頑張ります。はい、やっていきましょう。さあ頑張るぞー。おーどうしたら後ろに下がっちゃうんで、うん、ボールがこぼれそうなんだけど、
サーブからの展開はそんなに悪くない、うん、やりたいことをしっかりしてる様がいいので、うん、レシーブの時にちょっと腕の下がりすぎてちょっと腰が引けちゃってるのでもうちょっと重心高くしてでなんかレシーブを入れるのがあってちょっとやることはっきりして行った方がいいかなっていう感じですね、うん、ちょっと恐る恐る行き過ぎるというか、うん、ナックサーブかな、うん、ちょっと下に見えないけど、うん、案外ナックルと上が多いから、ね、もうちょっとラケットを持って斜めに入った方がいいかもしれないですね、うん、下のサイドどうしても上がっちゃうやっぱバックサイド行っちゃうとフォアに疲れるから、うん、やっぱもうちょっとミドルとかうまく攻めれたらいいかなっていう感じです、うんそうですね、打ったらすぐ戻る、そこです。この辺ならです。はい、お願いします。 OK です、頑張ります。お願いします。どうも、お願いします。
レシーブも甘くそこまで甘くならないからいいかなっていう感じです、うん、そしてストップカウントが全然違う、そうですね、もうちょっとそれだったらガツンとついて上げさせてそれを打つとかの方がいい感じです、そうですね、まだ長い展開を持ってた方が、そうですね、うん、もうラリーになる前で終わっちゃってるので、うん、頑張ってまずラリーに持っていけるようにレシーブのコースだったりとか、もうちょっとレシーブ強めに行くとか、うん、頑張りましょう、クレシー、よし社長、頑張ってください、お願いします、いきます、負けるのは実力差なんで仕方ない。